あのいただきました。知らないうちに。まだ練習してないです。いろいろやるね。絵は描くわ、音楽は始めるわ。なんかちょっと対談させていただいたときに、あのお名前をもらいました。まだじゃそのうち落語にも出ますね。真打ちになりますか。うん、うん。もう面白そうですよね。前の話笑いを。弟子入りしたからね。弟子入りしたからじゃね。だそうです。